それで昨日なんですけど、銀座ユニットのね結果が発表されましたね、あの YouTube でね。まあ結果的にはね12期の子は入れずに、終わったんですけど、7位が杉本里奈ちゃんで1497票、6位が山村さくらちゃん1546票、5位が篠原京香ちゃん2146票、4位が森本くるみちゃん2577票、3位が大村あんずちゃん2843票で、2位が中坂美優ちゃん3261票で、1位が倉島あんちゃん3806票という結果でした。まあ、7位以下のね票数っていうのは発表されてないんで分かりませんが、まあ、6位と7位が割とこう49票差かな、僅差で入ってますんで、でしかも1500票ぐらいですから、多分それ以下っていうのは混戦だったんじゃないかなと思いますね。上の方はね3000票以上2人で、2000票台が3人で、6位7位は1500票前後ですから、まあ、今回ね前回と違う点は、前回は2票入れれたのが今回1票だけですから、まあ、票数的にはね少なく見えますけど、まあ純然たるこう推しの一票というか、より一票の重みがねこう感じられるのかもしれないんですけど、まあ今回ね本当12期の子はね誰一人入れずに終わってしまって、まあ12期の子たちにはちょっとね残念な結果かもしれないんですけど、またね彼女たちには必ずね他でこう輝ける場所っていうのは絶対にまたあると思うので、訪れると思うので、まあ、その日をね待って自分の輝ける場所でね輝いてほしいなと思います。諦めることなくね。今回忘れていけないのはね、10期の2人がねエントリーを断念というかエントリーしなかったんですよね。まあエントリーしなかったというかあれか、エントリーを断ったのかな。まあだからそういう経緯があるからね、こう今回結果だけを見ると、まあ人気実力ともにこう順当にこう上からね、1位が亜美ちゃんで2位が中ちゃん、3位が選抜に入った大村あんずちゃんで、4位
くるみちゃん、5位がキョッピー。まあ人気順、人気実力順になってる節はあるんでね。まあ順当な順位なんですけど、でもここにね、もう10期のあの2人がね、林美玲ちゃんと澤田香音ちゃんがもし出てたらどうなってたか。まあこれはね、もしもの話なんであれですけど、多分林美玲ちゃんと倉島亜美ちゃんが1位2位争いで、まあ3位が中ちゃんで、4位争いになってたんじゃないかな。カノンちゃんとね、アミズちゃん、それぐらいだと思います。だから5、6、7、アンズちゃん、クルミちゃん、キョッピーまでしかね、多分入れなかった。まあ5位と6位の間もね、600票ぐらい空いてますから、その10期の2人が出てたら、山村さくらちゃんと杉本リーダーちゃんは入れなかったんじゃないかなって予想がつきますけど、まあだからね、的には多分ね、こういうあのイベントってみんなに参加してほしかったはずなんですね。まあ運営というか ABEX さんかな、 ABEX さん側の行こうとしたら多分権利のある子に全員に参加さしてもらってね、やってほしかったと思うんだけど、でも辞退する形でね、こう始まってしまったんで、今回ね、選ばれたメンバーっていうのは、まあそういうこともね、やっぱりあるんでね、辞退したメンバーにね、こう後悔をさせないためにもね、頑張ってほしいね、この7人でね、頑張ってほしいなと思います。で12期の子たちもね、まだ活動期間が短い中でね、中間発表ではサータンが4位に入ったりするようなね、こう活躍を見せてくれましたんでね、まあ、それはすごく今後のこう希望にもつながったんじゃないかなと思います。12期の子たちのね、で昨日の配信終わった後ね、それぞれのショールームの配信とか見てたら、鈴木沙羅ちゃんなんかはね、なんかまあ全然なんか、深く落ち込んでる感じではなくね、元気に配信してましたしね、争い事のイベントみたいなのも好きみたいですね。まあだから AKB グループが好きなんでということを言ってましたんで、まあ、総選挙みたいなことを好きなんでしょうね、そういう意味ではメンタル強いのかな。
ね、高校生ですし、2年後3年後にもしね、こういうイベントがまたあったら、まあ、彼女が今度は活躍できるんじゃないですかね。このメンバーだと、もう若いね、あの国民とかもね、うん、割とあっけらかんとしてましたし、まあ逆にあれかな、倉本花ちゃんなんかはまあ、うん、ちょっとダメージを負ってるようなのは、そんな感じはしたけど。もうティーンズっていうとね、もう花ちゃんは次の誕生日が来たらもうティーンズじゃなくなっちゃうから、この類の企画ではね、もう機会がなくなっちゃうかもしれないけど、彼女にはね、歌があるんでね、歌唱力イベントもね、 AKB グループからの歌唱力のイベントも第6回か決まりましたんでね、まあエントリー、早速エントリーしてるみたいだし、ぜひね、そういう場でね活躍してほしいですね。で積極的にね、作曲家の先生やね、まあ秋元さんにこう曲をね、もし書いてもらえるようなことになればね、これはまたすごいことですしね、まあそこまでいかなくてもね、そういうプロデューサーの目に焼き付くようなね活躍ができればね、将来的にもね、もし SKE を辞めても野島がカノさんみたいなね、こうゼストで歌手枠としてね活動できる可能性だってありますしね、そういう、まだまだどういう可能性を秘めてるか分かりませんけど、ぜひね頑張ってほしいです、あの人にね。あとね、松川美優ちゃんね、ちょっと制服ルメ公演もね、先月末と前回の4月4日の公演から2回ともね、休演してちょっと体調不良で休演しちゃってるんですけど、その間にね、こういう発表、ティーンズユニットの発表があったり、その歌唱力コンテストのね、まあ、募集も始まってるみたいですし、彼女にもぜひね歌唱力出演して、出てほしいですね。あと最近ね、4日の西武の目はね、サータンもね、鈴木沙羅ちゃんも急遽休演になったり、あ
と川村ゆあちゃんか、ゆあちゃんも体調不良で昨日の T2 とも休んでるし、今日の中日ホールのイベントも出れないみたいですしね、ちょっと体調不良の子がね、特に中日生多くなってるんでね、若い子はね、こう学校で何かそういうインフルエンザとかそういうのもらいやすいし、ちょっと気をつけてね、頑張ってください。本当に、まあ、今の時期ね、僕もそうですけど、花粉症とかね、まあ、あとは黄砂ね、こういうのでちょっと目鼻が充血したり、喉がイガイガしたりね、もうちょっとなってますけどね、いろいろそういうのもありますんで、体調管理だからね、くれぐれも気をつけてね、まあ、若いからといってね、こうあんまり無理せずね、欲しいなと思います。配信とか見ててもなんか朝の5時からやってたり、聞いたらオールでやってると、オールで起きててで配信始めたりとかね、だからそこまで生活リズムを狂わせてまでショールーム配信とかする必要はないと思いますので、あくまでもね、今SNS でこう情報発信するツールの一つだと思ってね、まあ、毎日配信とかそういうのはできればやった方がいいと思うんだけど、体調損ねてまでやる必要はないんでね、その辺特に12期の子たちはね、まだ自分たちのペースというか、何をどう頑張っていいのか分からずに頑張ってるようなところもあると思うんで、そこまで無理してやるもんじゃないよっていうことをね、言いたいですね。まあ、またね、握手会も次回はちょっと名古屋開催、愛知開催がねだいぶ先なんだけど、まあ、楽しみにしてますし、制服の目公演もね、まあ、また機会があれば入りたいと思ってますんでね、頑張ってください。あとね、そう、中坂美優ちゃんね、2位に入れてね、おめでとうございます。これはね、僕もここ何年か推してたメンバーですから、すごく嬉しいですね。やっとこう、やっと入れたねっていうね、まあ、そしてシャチモナカさんがね、スポンサーになってね、 CBC でラジオも始まりましたし、赤の蓮ね、赤の蓮の、まあ、広告モデルなのかなにも決まったみたいですね。赤の蓮といえばね、まあ、僕は小さい頃ねよく行ってたんでね、昔はそう、そんなに店もなかった時代からありましたんでね、赤の蓮はね、感無量ですね、そういう意味ではね。
ということでね、ティーンズユニットの結果発表に伴ってね、ちょっと私なりに思うところをね、動画にさせてもらいました。それではね、皆さんまたご視聴ありがとうございます。じゃあ失礼します。